こちらいいよ、はい、始まりました。知ってるございます。今回の動画はですね、今ね、サービスエリアにね、いるんですけれども、なんでサービスエリアやったっけ？錦。ここのね、サービスエリアにね、今いるんですけれども、で、そこのサービスエリアに、ガチャ飯っていうのがあって、そのガチャ飯っていうのが、1回500円で、ランダムで料理が出てくるんで、半券が出てくるんで、食券が。一番いいのが、やばいで。何？田島牛丼と、田島牛うどんセットっていう、牛丼とうどんのセットになってて、総額2200円ぐらいのやつが当たるらしい。500円で。そのな、田島牛セットが、確か確率 3%。モンストやもん。モンスト、モンストより確率低いっていう感じなんやけど、他にもカツカレーとか味噌ラーメンとかうどんセットとか、確か一番外れがうどんやったな。今マジでめちゃめちゃ腹減ってるから、ついでにちょっとサービスエリアでやろうかなみたいな感じで今来ました。俺ら今腹減ってるから2回ずつやろう、okay. 1000円ずつっていう感じで、まあ、2000円分で、まあ、田島牛セットが当たればいいかなっていう感じで、早速今からね中入ってねガチャ回していきたいと思います。んでは、いじゃあ早速ねガチャ飯回していこう。いや、特ダネの後にさ撮影するの嫌やな。でっかい前、はい、窓で全部机だけを。今俺の列の後ろに長蛇の列できてるから、ほんま人気やで。33回に1回ぐらい田島牛セットが当たるから、下手しこれ1000円ガチャでいいからな。カレーライスだけやめてな。OK です。はい、じゃあ早速開けていこうか。田島牛、いやもうほんまにそれしかない。田島牛カツカレーは許す、うどんは NG やな。じゃあ1個目いこう。これは割引券やねんか。これが本命、はい、いきます。せーの、ドン。どう？醤油ラーメンやし、まあまあ許すわ。醤油ラーメンまだいいじゃん。じゃあ2個目。え、2個入ってんだけど。これは来たんちゃう？来たんちゃう？え、ほんまに来たんちゃう？うどんセットと、え、カツカレー全然ありや。500円やろ。500円これ買ったんちゃう？買った買った買った。これめちゃめちゃいいやろ。いやでも田島牛やって、田島牛だけやな。いやもうあれ食いな。いやでもカツカレー来て嬉しいな。多分カツカレー2等ぐらいなんちゃう。3つ目、あーこれ調子いいぞ。これで500円は安すぎて。いや安さ入る。これ1枚だけやな。おお、唐揚げカレー。おお、いいよ。カツには勝らんけど、カレー2人分はゲット。2人分カレーはゲット。うわーめっちゃええやん。このガチャおもろいな。このガチャめちゃめちゃおもろい。他のサービスエリアでもさ採用してほしくない？やった方がいいと思う。いきます。はい、そばセット。まあ、とりあえず買いに行く。とりあえず買いに行こうか。早速ね作ってもらって食べようかなって思います。多すぎ、多すぎやって。待て待て待て、じゃあ早速食べます。いただきます。これ絶対うまいやろ。うまいわ。腹減ってるからもううまいし、この量で2000円は絶対安い。安すぎて困らん。このサービスエリアのさ起爆剤になってると思うで、完全に。唐揚げカレーめっちゃうまい。唐揚げカレー最高。はい、じゃあ次うどんセット食べます。これうどんセット実はハズレじゃなかったな。全然うどん単品がハズレなんやな。いただきます。うん、うまい。うどんいきます。うん、いいだし効いてる。具がわかめとか入ってるからさ、めっちゃあっさりしてる。うまい。うまっ。けどここまで来るのに7000円ぐらいかかってるから。レンタカー借りてサービスエリア2000円。いやでもまあ来る価値あるで、うまいし。うん、まっ。はい、いなり寿司いきます。俺さ、いなり寿司めっちゃ好きなんやな。めっちゃ好き。いただきます。うわ、めちゃめちゃ揚げに味染み込んでる。うまっ。ごちそうさまでした。ってな感じでね、夏休みとかさ帰省ラッシュとかでこのサービスエリア通るときは、このねガチャ飯やってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。ボーボー。